黒田二十四期の一人。天文十九年九月二日、張馬国過去軍大野の日岡神社宮寺、井上俊久の三男として誕生。陽名は新次郎。永六二年、日岡神社が別所安寺の襲撃を受けて全勝する。その際、応戦した兄二人は討ち死にし、新次郎は父、俊久、弟、若松丸と共に脱出する。翌永6三年、父、 年久は、黒田職、高氏の下僕となり、新次郎も、黒田義高に故障として使えることとなった。A68 年春に売り人、天正五年の高倉山城攻めでは、上主、福原助治の弟、伊王の戸様守、家老、祖父甲左衛門のを討ち取った。また、平塚亀弘が、福原助治を討ち取った際に、それを補佐した。その功績から、 義隆により、私分に取り立てられ、竹森新右門を名乗る。天正6年のハ間別府城の戦いでは一番死をあげるが、左手の親指の付け根から手首までを切り割られるという傷を負い、それ以後、義隆の命により旗役となる。天正8年、200国を配慮し、旗奉行に任命される。旗奉行として、鳥取城攻め、備中高松城の戦い。 山崎の戦い、静ヶ岳の戦い、白井谷攻め、文禄、慶長の役などに従軍。この間、天正14年に300国、翌天正15年に400国、天正18年に600国、文禄元年に900国と、たびたび数を受けている。慶長5年の関ヶ原の戦いの際には、吉高に従って、九州各地の攻略に従軍した。慶長六年、 なじま城で二千五百国を配領、福岡城博多口の百軒石垣の工事も担当した。慶長七年に黒田忠之が生まれた際には、吉田長年と共に、幼名、満徳丸の名付け親となった。この後、3 0 0国に加造され、岩見守を称した。元七年十一月九日、福岡で死去。去年七十2あるいは手柄を譲ったとも。 ありがとうございます。